平成28年台風第22号は2016年10月に発生しフィリピンや中国などに被害をもたらした台風である。進路図2016年10月14日カロリン諸島近海で熱帯低気圧が発生し合同台風警報センターは同日に熱帯低気圧形成警報を発した。15日に JTWC により熱帯低気圧番号25 W を付与され、25W は、同日9時に、カロリン諸島近海で、台風22号となり、アジア名、ハイマーと命名された。命名国は中国で、中国語で、タツノオトシゴを意味する。また、フィリピン大気地球物理天文局は、現地時間17日17時に、フィリピン名、ラウィンと命名した。22号は、フィリピンの東海上を西北西に進み、 19日15時に、中心気圧900ヘクトパスカル、最大風速秒速60メートルの大型で猛烈な台風となった。そして、現地時間の19日23時頃に、非常に強い勢力で、ルソン島北部のカガヤン州に上陸。道東を横断した後、南シナ海に抜けて、中国大陸に再上陸し、22日3時頃に、カ中で、 熱帯低気圧に変わった。フィリピンを通過後に中国へ向かう台風21号とフィリピンに接近する台風22号10月18日。なお、先に発生した台風21号もこの台風と同様にルソン島を通過した後にカナンへと向かっている。この年に発生した台風の中で最低気圧が900ヘクトパスカル以下となったものは 台風1号と台風14号に続きこれで3個目であるが最低気圧が900ヘクトパスカル以下の台風が1年で3個以上発生したのは1983年以来33年ぶりであった。ルソン島は16日に台風21号が上陸したばかりであったこともあり大きな被害となった。この台風はフィリピンを直撃した台風としては 過去最強クラスであり、風力は2013年に甚大な被害を出した台風30号に匹敵する強さに達した。フィリピン全体では14人が死亡、4人が負傷したほか、全壊家屋13,964棟、一部、損壊家屋76,071棟などの物的被害となった。なお、台風十一号では少なくとも1人が死亡し、3人が、 行方不明となった。この台風のアジア名、ハイマーは、この台風限りで、使用中止となり、自順からは、ムーランというアジア名が使用されることになった。さらにこの台風のフィリピン名、ラウィンも、同様に、この台風限りで、使用中止となり、自順からは、リオンというフィリピン名が使用されることになった。ありがとうございます。